日ご守る日ご守るは日本で第二次世界大戦前から使われている鍵、折りたたみ式刃物。登録商標であり、特定の製品の名称であるが、同型上のナイフの総称として故障されることが多い。金属板をプレス加工した簡易なグリップに鋼材の両刃の人部のものが一般的である。ロック機構はなく、使用時にはチキリと呼ばれる。 峰部分からかしめ後方に伸びた突起部分を親指で押さえることでブレードを固定する。ブレードは SK 材をプレス加工で打ち抜いた後、地切りのみを改めて加工したものが大半であるが、中には青紙、黄紙などを割り込んだ力剤を用いた高級品も存在する。この形状のナイフの製造が始まったのは1890年代と考えられている。 単純な構造のため安価に製造でき、ほとんど壊れる箇所がないため、長く使用できる。鉛筆を削ったり、竹トンボなど玩具を作る道具として、子供にも行き渡り、1950年頃に最盛期を迎えるが、やがて鉛筆削り器やカッターナイフの普及に加えて、浅沼稲次郎暗殺事件をきっかけに全国に広がったとされる。 刃物を持たない運動などに押されて徐々に姿を消した。一方、稀な例ではあるが、刃物の扱い方の学習のため、あえて全校生徒に、日後守るを持たせて、鉛筆を削る際などに使用することを奨励している、小学校も存在する。また、近年は、段階世代を中心に、静かなブームとなっており、熱心な愛好者や、コレクターも存在する。 ヒゴマ守ル前世紀の昭和30年代、兵庫県三木市にはヒゴマ守ルを製造する鍛冶屋が多数存在し、三木市立金物資料館には同市でかつて製造されたヒゴマ守ルが多く展示され、王子のブームを伝えている。また、他の地域でも同様の衣装を持つホールディングナイフが製造され、類似の商品名で流通したが、商品名としてのヒゴマ守ルが大変有名であったため、 実体はこの形状のナイフの一般名詞として、ヒゴマモ守が使用されている状況である。2021年現在、ヒゴマモ守は、兵庫県三木市にある長岡根駒製作所製造の登録商標であり、同社および OEM で生産しているホールディングナイフの商品名となっている。なお同社及び OEM 生産以外でも、 この種のフォールディングナイフとしての性能を満たしていないということはない。良い作りのものも数多く存在しており、愛好家の収集の対象となっている。もともとは、三木市の三木用人製造業者組合の、組合員だけが使用することのできる名称であったが、組合員である製造業者が減り、現在では、長岡根駒製作所のみとなっている。ダウクドウックオピネルの製造するフォールディングナイフは、 安価で実用的でありなおかつ広く流通していることから日本ではフランスの日ご守ると形容されることもある。また、フランスには日ご守る同様、一枚の板金を折り曲げて柄にしたダウクドウォークという安価なナイフが広く流通しており、現地の収集家に人気が高い。ダウクドウォークはフランス軍の備品にも採用されており、発売から100年近く構造が変化していない。 2011年現在、販売店により差はあるが、ブレードが全行で鞘が、クロムメッキのものは、数百円ほどから、ブレードが、青紙割り込みで鞘が、真鍮のものは1000から2000円程度で販売されている。高級品の中には白紙、青紙、大紙などを割り込みにしたものもあり、切り箱に入れられて、数千円から1万円以上の価格で、販売されているものもある。 小学校や中学校の教室に鉛筆削り機が置かれるようになったのは、東京新聞、https コ www.tokyo-np.co.jp スラッシュアーティクルス426832021年3月14日閲覧。中央青少年問題協議会が1960年により提唱した。 子供に刃物を持たせないとする運動のこと。当時は青少年による刃物を使用した犯罪が多くあった。参考、有害環境問題等対応の推移平成17年度版、青少年白書 AB、日ご守る段階世代に人気再燃。朝日 .com 二千2018年2月4日時点のオリジナルより、アーカイブ。2018年2月4日閲覧。 商標登録番号第424万928号ありがとうございます。